大阪府立町尾高等学校は大阪府平方市町尾家具町にある公立の高等学校。高校生急増期対策として昭和後期1973年に府立82番目に新設された。教育課程は全日制課程で普通科を設置。2003年より2学期制を導入していたが2010年より再び3学期制となった。 カテゴリー性という多様な選択科目を設け、それぞれの深度の多様性に対応できるようになっている。生徒は2年次から文系基礎、理系基礎、スタンダードの3類型に、3年次から人間科学、人文科学、クリエイティブ、自然科学の4類型に分かれる。2011年度より専門コース、人文ステップアップコース設置。 文系大学進学力向上を目指し、学校設定強化、人文ステップアップを履修する。主に、日本史、国語、英語の演習、特別講座及び、アドバンストと呼ばれる学校設定科目を履修する。大阪府では、高校進学率の上昇を背景として、段階の世代が入学する1963年4月に、高校を増設することが緊急の課題となっていた。 大阪府教育委員会は1963年度を目標に発行増設する計画を立てていたが、北川地地区の高校増設は計画に盛られていなかった。その後1971年誕生の黒田、革新不正が高校入試で15の春は泣かせない政策として、府立高校の大幅な新設法人を打ち出し、北川地,地区や平方市を はじめ、各自治体が地元誘致運動を進め1973年度だけで、開校13校が計画され、9校の不立高校、増設が決定。結果、不立82番目、大阪府立平方高等学校に続く、平方市2番目の不立高校として設置された。校歌は、1975年当時の音楽家の教師により制作された。 制服は1997年から服装の自由化を検討した結果、翌1998年から廃止された。1993年に、府立高校で初めて北海道への修学旅行を行った。平方市北東部の丘陵地に位置しているため、学校敷地は上層からテニスコート等、校舎、体育館、グラウンドの4層で構成されている。 校舎は半世紀前の開校時の建築で旧体新基準の既存不適格で震度6強の揺れで倒壊の恐れがある。このため2009年から改修を行った安土の利彦お笑いコンビタイムキーパー。ありがとうございます。